スーパーマンは D.C. コミックスのキャラクターであるスーパーマンを主人公にしたアメリカ合衆国のテレビドラマ。主人公のスーパーマン、クラーク・ケント役はジョージ・リーブス、ロイス・レーン役は第一シーズンをフィリス・コーツ、それ以降はノエル・ニールが演じ、1952年9月19日から1958年4月28日まで放送された。 日本では1956年11月1日からラジオ東京テレビで放映開始後に大阪テレビや中部日本放送に富士テレビと東京12チャンネルで放送されたラジオ東京テレビでは1956年12月6日までは毎週木曜20時からの放送1956年12月13日からは 毎週木曜19時30分からの放送。30分ドラマ。ライオン歯磨きの一社提供。最高視聴率74.2%。大平徹のバージョンでは、録音をせず生放送で行われ、ボイスオーバーで吹き替えていた。カッコ内は日本語吹き替え放題は1965年版のものを表記。このうち、スーパーマンの空中大魔術と、 スーパーマンとサーカスは現代不明。スーパーマンと地底人間とはアメリカ合衆国の映画。アメリカでは1951年11月23日に公開された。日本では2016年2月24日に発売された1978年の映画スーパーマンの 2D ブルーレイに映像特典として日本語字幕版が収録されている。ありがとうございます。